アダスタグラム、ラッターをおしゃれにするの？説明しよう。ラダスタグラム部門とは、ラッターの素体を生かしていかに映えるかを競う部門である。お？あ、なんだ？なんですかこれは。あー、はいはい、ありゃーありゃーありゃー、ちょっと、もうちょっとこれもちょっとやっちゃっちー。いや、まずいですよ、それは。やっちゃっちーですよ。やっちゃっちんちんちんですよ、それは。ちんちんちんじゃねえ。おー、これもやってましたね、今。肩出しがエッチだね、こりゃ。きつっ。は？お、来た来た来た。来た。あ、おっと。おっと。おっと。おー、これは。これは。うわ、いかつい三角ですね。おっと、この。この色眼鏡やばー。おー、すごい色眼鏡がすごいな、これ。あたいラダミ、世間は自粛ムードだけど、今日はカルピと渋谷デートない、まんじまんじ。スニーカーはカルピとお揃いしちゃった。ハッシュタグなんだこれ、キョコ、キョコって何、キョコって。ファッション、コーデ、コーディネート、清楚系女子、バッグは広告収入で買いました。スキンコンテストで小銭、小遣い稼ぎ。やめろよ。うわー、いや、こういうのいるなぁ。なるほどね。このお腹に、お腹に巻くやつあるよな。うん、あるね。トップス。読んで、ごめん。トップスは背中が大きく開いた今季要注目のバックシャンで、なんでバックシャンって、なんだバックシャンって。片見せバルーンスリーブデザインのスカラップレース V ネック白ブラウス、ラダオくんが好きなコルセットを締めてスタイルアップを狙います。おいっしょ、あのデンジャラス爺さんの腹巻きかと思ってたけど、ね、コルセットで、コルセット。でも可愛い、このさ下半身のさ、なんていうの、こうシャラランカンね、シャラランカン、シャラランカンがすごいよ。シャラランカンあるね。いや、マジすごい、これは。ボトムスは、春、夏、春夏のトレンドである、くすみシャーベットカラーで、ラダオくんのブルーベースの肌によく似合うアイスブルーをセレクト。透け感のある2年素材で、イレギュラーヘムデザインのワッシャーブリーツスカートが、ボタニカルな雰囲気にしてくれます。うわ、これ、うわ、すごい、なるほどね。こうゲームの用語めっちゃ話されてわかんない。本当に横文字ばっかり。足元はレザーコルクの異素材コンビパンプスでトレンド最先端に躍り出ます。インスタ JK っぽい花かぶりをかぶったラダオくんはインフルエンサー間違いなし。ぜひコーディネートを参考にしてください。すごい、いやすごい、花かぶりいいな。自分だもんな、完全に。うわー、わお。え、でもわお、作りすごいな。すごい、これ、あ、この裾っていうか裾がね、すごい。だったインスタグラム講座、どんなに服装バッチリ決めても全然映えない、そんなゲボダサのあなたでも大丈夫。フィルター機能を使えば、漂着物を着てるミノムシとかよりはマシ程度のあなたのファッションセンスでもインスタ映え間違いなし。今回はどんな写真でも激エモに変身、色ずれ加工をしてみよう。おーやばー、てか色ずれだ、すごいんだけど。ガチで色ずれしてるじゃん。すごいんだけど。すごい、どうなってんのこれ、わかんねえ。目が悪くなったみたいね。あの 3D メガネかけた時みたい。あ、本当にすごい、すごい、すごい、すげえ。これよりラダスタグラムパリコレの部を始めます。参加者の皆様一人ずつ入場してください。え、なになに。エントリーナンバー1番、アンミカな衣装で登場です。花柄のドレスとそれと対照的な黒いライダーストップを歩く姿は間違いなし。おい、パリコレ始まったぞ。すげえ。地球見て。おしゃれ。はい、次次。エントリーナンバー2番、ダンディイケメンお兄さんで登場です。来年の春にはこんな姿で街を出歩ける日が来るといいですね。いや、いいですね。エントリーナンバー3番、カジュアルなワンピースで登場です。まるで絵本の中から飛び出したよう
飛び出したよう妖精さんもこれにはにっこりにっこにこしてんな。急にパリコレ。お、何？最後の入場です。お三方背中を向けてください。何が来るの？なんだなんだこれ。あ、え、おお。ちょっと待って、どう見るこれ。すごっ。え、京さんが開脚してる？開脚してないでしょ。こう横にこう寝そべってんじゃないの？こうやって足をこうやって。あー、はい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 。この部分でちょっと表現できてないけど多分そうでしょ。寝転んでこうやってこっち見てんでしょ。ああ、なるほどね。かわいい。すごい。以上、ラザスタグラムパリコレの部でした。ありがとうございました。いや、すごい。素晴らしい。ラッターはどうすれば映えるんだ。ラッターを映えさせるには顔を隠すしかないって。は？は。あー、なんか船乗りタイプのね。なんか足汚くない？ちょっと毛の処理が、なんか見ないで、あんま見ないで。腕も汚い、こんな俺毛の処理がちょっとで、まあ、ちょっと待って待って、いいだろこんななんかやけにリアルだよね。解像度良すぎたな、ちょっとこれ。解像度良いのか悪いのか。色味がなんかちゃうな、顔と足の。リアルじゃん。汚くないか、なんか。ちょっとラが必要すぎる。ラだけね。何かぶってんのこれ。何かぶって、帽子でしょ。あ、なんかあれだ、あの後ろにこうサトシみたいにさ、こうやって帽子を後ろにシュッてやってんだよ多分。違うの？多分そうでしょ。前にやってんのか。前がツバか。前がツバかも。日焼けしてる確かに日焼けというか、なんかただれてる火傷？物理的に焼かれてる。何かあったな。肌してるけど、うん、服はでもすごいいいよ。はい。お、スキン変更します。最強の男に。おい、大丈夫か。お、あ、来た来たえ、やばくね。ムキムキじゃんお前。いや、もういや、これは映える。映えですか、これ。やっぱあのインスタグラムとかにあげるのやっぱ服装もですけど、肉体もですから。肉体美ね。そう、なんかでもドテッパラに見えるけどね。なんかこの方が映えを狙って参戦って。おっ、やった。はい、じゃあ入場するわ俺。え、どうも。え、ということでね、アンカーということで僕が。マジ？そうです、ラダスタグラムの最後の映えをね、見していきたいと思います。マジで？マジマジマジ。ほんと？やっぱね、まあここまでいろいろ服装とか、まあ、肉体とかいろいろ出てきましたよね。はいはいはい。まだ足りないものがあると思うんですよ。え、何？まあ、映えと言ったら、はい、まあ、映えの元祖と言ったらこれじゃないですか。ちょっと待ってください、着替えてきます。タピオカ。タピオカ、そう。どうもー。キモい、なんか。ラッターかけるタピオカ、ラピオカです。キモい。なんか。なんで？なんかキモい。ラピオカ、え？次のブームなんですけども。いや、いや。なるほどね。なんかキモいな。キモいなんだろう。顔も相まってるから。あ、出ました。はい、ということで、はい、色ずれ、サボテンチャウドさんの優勝でした。おめでとう。おめでとうございます。パチパチパチ。パチパチ。いや、素晴らしいですよ、これは。はい、ペン三賞は。あ、ペン三賞ですか。あ、着替えた。着替えました。いや、悩むとこなんですけど、はい、やっぱこの最初インパクト強かった水着で、はい、
ちなー、おめでとうございます。おめでとうございます。めぐみんさん、まあ、確かにインパクトはやばかったな。インパクトあったエッチだったかな。エッチだったもんな、うん。はい、ということでラダスタグラムでした。